ガイア理論。ガイア理論とは、地球と生物が相互に関係し合い環境を作り上げていることを、ある種の巨大な生命体とみなす仮説である。ガイア仮説とも言う。生物学者リン・マー・ギュリス、気象学者アンドリュー・ワトソンなどが、支持者に名を連ねる。ガイア理論は、NASA に勤務していた、大気学者で、科学者でもあった、ジェームズ・ラブロックにより1960年代に、 仮説が提唱された。ラブロックは当初、この理論を自己統制システムと命名したが、後に、作家のウィリアム・ゴールディングの提案により、キリシア神話の女神、ガヤにちなんだ名前へ変更した、科学者の中はメタファーに対する理解が乏しかったり、メタファーを嫌ったりしているものが多いので、このガヤという命名が、科学者の感情的な反発を招いた面もある、とも言われる。 提案時は、主に気候を中心とした、生物と環境の相互作用についての仮説であった。この相互作用には、何らかの、向上性が認められる、としたものであった。当初は理解されなかったが、次第に賛同者を得て、シンポジウムも開かれるようになった。また、批判によって理論が鍛えられ緻密化し、さらに多くの賛同者を得ていった。害や理論に当初は、否定的だった。 科学史、ネイチャーも、やがてこの説を評価するようになり、1990年代以降には、公式に認められたと言って良いような状態になっている。ガイア理論では、地球があたかも一つの生命体のように、自己調節システムを備えている、としている。そのような観点に立つと、地球環境に対して人為的な介入を行うことについては、現代の科学技術による禁止眼的、 部分的な措置を計画したりするのではなく、もっと地球の大きな生命の流れとでも呼んだ方が良いような全体的な何かに配慮した上で判断をすべきだ、との見解、説も生まれている。ガンや理論のこのような全体論的な地球の把握方法は人間中心の視点でのエコロジーではなく、生態系がそれ自体で固有の価値を有しているからエコロジー活動を行うのだ。 とするディープエコロジーにも大きな影響を与えている。上述のごとく発表当初反応は芳しくなかった。科学者らはガイア仮説を無視していた。またガイア仮説に対しては発表当初は強い批判が存在していた。批判者としてはフォード・ドゥーリトル、リチャード・ドーキンスが挙げられる。またスティーブン・ジェイ・グールドも挙げられる。ラブロックは それらの批判者たちに対して著書で感謝の言葉を述べている。おかげで当時のガイア説が理論面に関して言えばまだ弱いところがあることに気づくことができたという。大半の科学者はガイア説のことを生物症により予測や計画がなければ成り立たない合目的論的な概念なのだろうと思っていた。つまり大半の科学者らはバクテリアや樹木や動物が 最適生活条件を決定するために会議を開くようなことはしていないぞ、などと考えていたのである。外野仮説を実際に裏付ける様々な証拠、材料、イコール現象そのものがいくつもあったが、当時の科学者の大半は惑星制御のメカニズムを理解できなかったので、そういった現象が存在していること自体を否定し、挙句の果ては外野仮説に 合目的論とのレッテルを貼り付けた、楽園を押したのである。十、科学者の中には、いわゆるメカニズム重視のものが多く、現象が実際にあるとの証拠が見せられていても、自分たちの理論が未熟なせいで現象を説明できないでいる時など、こともあろうに科学にとって一番大切なはずの、証拠そのものや、現象そのものを拒絶したり無視したりすることで、 自分たちが愛着を感じている旧来の理論体系に固執し、それを守ろうとする過ちを犯すことがある。生物学者や科学者の中には、自然は絶対的で一方的に生物に影響を与えているはずだだとか、自然は生物の影響を受けるはずがないだとか、さは客観的でなければならないのだ。そうであってくれないと困るといった考え、現在、よくよく冷静に検討してみれば、 実はあまり根拠があるとは言い難い考え一種の固定観念を無自覚なままに持っている人がいる現在でこそ地球は地球それ自体の気候と蘇生を調整していることは多くの科学者に理解されるようになっているがガイア理論が発表された当時は主流科学者たちに地球が生命の影響を受けている地球が 生命による調節を受けているということを納得させられるとはとても思えなかった、とラブロックは述べており、当時の学会はそのような雰囲気だったのである。フォード・デューリトル、リチャード・ドーキンスなどは自分たちが地球のメカニズムを理解できないからといって、外ア説は項目的論的だなどと決めつけて批判したが、そのような批判に対してデイジー・ワールドが提示された。 デイジーワールドは、架空の惑星生物症が、気温、イコール惑星環境の要素の一つを、予測や計画などといったものは、なしのままで、効果的に調整できることを示した。つまり、ガイア理論は合目的論だなどという主張は、的外れであったのである。デイジーワールドは、ガイア理論は合目的論だなどとする主張に対する、決定的な反証であり、これは覆されていないと、 ラブロックは述べている。多くの初期の批評の後、改定され、理論面でも強化されたガイア理論は、現在、基礎生態学上の研究の究極の目的である、地球科学と同一の生態学の一つとして論議されている。一般に、生態学者は、生物圏イコール、生態系、ガイア理論であるとみなしているが、そのオリジナルの簡素化と、生物圏と、 生物多様性の概念を検証して、グローバルな現代生態学のビジョンと一致しているように提案した。ガイ野説は、生物症と海洋と知見と大気との相互作用を考慮に入れた上で、地球生理学あるいは地球システム科学と呼ばれている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。